皆さん、1日何時間スマートフォンを見ていますか？もちろん個人差だったりとか年代によってですね、違いはあるんですけれども、平均的に1日2時間から3時間ぐらい見ているというふうに言われています。スマホ首というふうにね、いうワードがあるように、スマートフォンを見ることによって姿勢が悪化するんじゃないか、悪習慣だよねというふうに言われがちなんですけれども、このスマホを見るという習慣にストレッチをするというエッセンスをですね、追加することで、ひとたび健康になっていくための生活習慣に変えていくことができると思います。皆さんのすごく大切な時間を有効活用するために、今日はスマホを見ながらできる簡単なストレッチというのをですね、5つ紹介していきますので、この動画を見ながらぜひ皆さん一緒にやってみてください。まず1つ目はですね、足首のストレッチになります。正座をとっていただいた状態からですね、片方の膝を立てて、立てた方のですね、ももをぐーっと前に押し倒していくようにすることで、倒している側のですね、アキレス腱がじんわりと伸びていき、足首が徐々に柔らかくなっていきます。スマートフォンは手に持っていただいてもいいですし、床面に置いていただいても全然 OK です。最近では足首が硬くてしゃがめない方、そして足首が硬いことによって歩く時の歩幅が狭くなってしまっている方等も多くいらっしゃいますので、しっかりとここのね、足首を柔らかくしていくことによって、運動パフォーマンスだったりとか代謝が上がって痩せやすい体、そういったところにもつながっていきますので、ぜひこの足首のストレッチ、まずは一つ試してみてください。二つ目はですね、もも裏のストレッチになります。開脚した状態から片方の足はあぐらをかくように曲げていただいて、伸ばした方の足側にですね、体を前屈していくようにすることで、倒した方のももの裏側、ハムストリングスが伸びていくのがわかると思います。ここが硬くなることによって猫背だったり不良姿勢にね、つながっていきやすい大事なポイントになりますので、ぜひここもね、ゆっくりと時間をかけて伸ばしていっていただければと思います。さらに余裕がある方はですね、伸ばした足首をですね、キュッと上に引き上げていただくことで、太ももの裏、ハムストリングスだけでなく、ふくらはぎのね、裏側の筋肉も伸ばしていくことができますので、余裕があるよという方はですね、足首もキュッと上げてみていただけると、さらにエッセンスが加わって、よりストレッチのね、質が上がっていくと思います。3つ目はですね、ランジを用いてももの前の筋肉を伸ばしていくストレッチメニューになります。両膝立ちの状態から片方の足前に出していただき、少しだけ重心を前に持っていくことで、ももの前の筋肉伸びを感じられると思います。反り腰の方はですね、ここのもも前の筋肉がすごく硬くなっている方非常に多くいらっしゃいますので、しっかりとですね、ここを伸ばすようにしていただくと、反り腰改善にもつながっていく大事なエッセンスになります。この時ですね、骨盤が前傾して腰がね、反ってしまう方非常に多くいらっしゃいますので、骨盤を後ろにキュッと倒していただいて、お尻の穴をですね、床面にぐーっと向けていくようにしていただくとですね、よりストレッチ効果が得られやすいと思います。4つ目はですね、床面で足の裏同士をくっつけた合席のポーズになります。膝を外側にぐーっと倒していくことによって、股関節の内側ですね、この辺がしっかりと伸びていくのを感じられると思います。ただ体の硬い方だと、このポーズを取るとですね、骨盤が後ろ側に倒れてしまって背中が丸まってしまう方非常に多くいらっしゃいますので、ある方はヨガのブロックなんかをですね、お尻に敷いていただくことで、より背筋がキュッと伸びた姿勢になるかなと思います。ない方はもちろん座布団でもいいですし、タオルをね、丸めてお尻の下に入れてもらう方法でも問題ありません。ぜひしっかりと背筋をギュッと伸ばした状態で、合席のね、姿勢で、腿の内側、股関節の内側をしっかりと伸ばしていっていただければと思います。ラスト5つ目はですね、足指のストレッチになります。膝立ちの状態から指先を立てた状態でスマートフォンを操作するようにしてみてください。できれば前に肘がちょうど乗るぐらいのですね、高さの台もしくは椅子等を置いていただくことで、より姿勢が安定していくかなと思います。
さらに余裕があってできるよという方は膝を浮かせて尊虚のポジションですね、指先だけでしっかりと姿勢を支えるポジションで頑張ってみてください。台がなくてもいけるよという方は台を抜いた状態でストレッチしていただいても結構ですが、これは非常にバランスを崩しやすいので、ちょっとね運動経験があったりとか体力に自信があるよという方は台なしの尊虚の姿勢でチャレンジをしてみてください。皆さんいかがだったでしょうか。今日はスマートフォンを見ながらですね、家で簡単にできるストレッチ方法をお伝えしました。それぞれですね、ご自身の体の課題に合ったストレッチ方法というのを取り入れていただきながらですね、ぜひスマートフォンを見る時間にストレッチという大切なエッセンスを添えてですね、健康習慣に変えていっていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はぜひいいねボタンを、そしてチャンネル登録がまだの方は下の猫ちゃんマークからですねチャンネル登録していただけると非常に励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。